2021年メルボルンカップに到着しました。今年はコロナ禍の影響で、観客は1万人まで3つのゾーンに分かれてお客さんが入っています。ちなみにこちらにあるのがクラブスタンド、メンバー用のスタンドで、今年オーナーとかメンバーの方はこのスタンドから観戦し、残念ながら草案所エリアには行けないですね。はい、こちらのメインエントランスから入って、その後3つのエリアに分かれて観戦するという形になっています。このメンバーさん今日は入れないんですけども、非常に最近できたばっかりで最新の技術を使って作られたとても綺麗なスタンドです。スタンドの裏にあるバー、こちらにはこのように歴代のメルボルンカップ勝ち馬の勝負服があって、2006年のデルタブルースサンデーレーシングのカラーもあります。こちらに見えるのが元々のメインスタンドで、レストランですとかコミュニティルーム、まあオーナーの特別席みたいなのがありますね。はい、こちらも今日は入れないので中は紹介できないのですが、かなり綺麗な作りになってます。フレミントン競馬場ゴール前に到着しました。ここからはメルボルンの景色がよく見えます。こちらに見えるのがヒルスタンド、一番古くからあるスタンドですね。こちらにもレストランとかはあって、予約制で競馬の日にレストランに来ることができます。そしてこちらが表から見たメインのグランドスタンド、コミュニティルームやレストランがあります。そして奥に見えるのが新しくできたメンバー専用のザ・クラブスタンドですね。このまままっすぐ行くと奥には草案所があって、一般のお客さんも馬の前に行って出走馬の様子をチェックすることができるのですが、今日は3つにエリアは分けされているせいで行くことはできません。こちらのパドックでは次のレースの出走馬がすでにジョッキーを乗せております。ここから出走馬が本馬場へと出ていきます。ウィンクスやばいよ。オーバー。ちなみにこちらの馬はライジングサンシンジゲートのね、調教師のアーロンパーセル教師の馬も出走しています。オドルフィンのダミアンオリバーですね。ちなみにこちらのエリアは今日は一番の一般席ということで、ドレスコードはそこまで厳しくはないんですが、それでもご覧のように皆さん女性は素敵なドレスを着て競馬を楽しんでいます。こちらがヒルスタンドの中ですね。
スタンドのレストランコーナーも見えます。こちらに見えるのがマウンテンヤードパドックですね。このようにフレミントン競馬場は洋梨のような形をしていて、1角から2角までのコーナーは結構急なんですよね。非常に長い直線があり、直線は最大で 1200m の直線レースがあります。向こうに見えるのがメルボルンの街並み。やはり今日は1万人までの観客ということで、結構席もちらほらと空いていて、人もそこまで多くはありません。本来メルボルンカップの日は8万人から10万人ぐらいの客が集まるので、かなり混雑します。メルボルンカップの出走馬がパドックに出てきています。今年は1頭出走取り消しになりました。毎年24頭の出走馬が集まるので、パドック内も結構混雑するので気をつけてください。
当日の現地映像でした。いかがだったでしょうか。オーストラリア最大級の競馬の祭典、ぜひたくさんの方に実際にフレミントン競馬場に足を運んでいただき、メルボルンカップを体験してほしいなと思っています。今後もオーストラリア競馬のことや我々シンジケートのことについてどんどん配信していきますので、興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。また動画リクエストがありましたら、ぜひコメントをお願いします。ご視聴ありがとうございました。